どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回はですね、ツイッターでゴーレムが分裂した後のミニゴーレムありますよね。そのミニゴーレムにクローンの呪文をかけたらどうなるのか試してみてくださいというですね、要望がありましたので今回やっていきたいと思います。クローンの呪文って最初はですね、このようにレベル3ですと30枠をねクローンしていくんですけれども、ゴーレム見てみましょう。このゴーレムね、まあゴーレムレベル5ですと30なんですが、このミニゴーレム書いてないんですよ。収容数が書いてないんですよ。だからね、30をそのクローンできるのに、小型ゴーレムはね、そのね、枠数が書いてないということです。できるのか、早速チャレンジしたいと思います。これどうなんだろうな。だってこれ枠数書いてないですからね、ミニゴーレムに関しては。これはどうなのでしょうか。さあ、敵が出ない。まず敵が出ない。さあ行きましょう。おっと、まあ普通にマジ風やべ。普通に行きましょう。じゃあまずね、ゴーレムここから出しましょう。ここからで、ここでチビゴーレムになった瞬間にクローンの呪文をかける。これでしょ、要は。なげー、ゴーレムレベル5結構体力ありますよこれ。でね、ちょっとね、紛らわしくなっちゃうとダメなんで、アチャクイとか出さないです、ここら辺は。はい、もうさあどうなるでしょうか。まあ一応ね、じゃあこれ試してみます。ここにクローンかけるとゴレが2体目出てくるんですよ、これね。あるあるですよね、これ。クローンゴレ。これがね、クローンの強いところ。さあ、では、じゃあこっちに試してみましょう。いきますよ、ポン。さあ、こちらの秒間ダメージやばいですね。これすぐ死んじゃいますよ、このゴレム。このゴレムすぐ死んじゃうんで、クローン準備します。さあ、いきますよ。前代未聞の瞬間まで。3、2、1、ポチッ。おっと？おお！ 2 体 !2 体ですね、これ。ということはですよ、ということは、ゴーレムが30枠で、ミニゴーレムが15枠ということですね。はい、どうでしょうか、皆さん。キヨキヨもね、やればね、こういうことちゃんとできますから。ぜひとも皆さん、キヨキヨにやってほしいこと、そして、検証、クラクラの謎について迫りたいと思います。皆さんもぜひとも、コメント欄やツイッターで、ご要望お待ちしております。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。